わゆる、ドレッドノートとかと同じスケールですね。幻聴のスケールがあるから割とこのテンション感、弦のテンション感もはっきりしてて張りがありますね音に。で、ただボディシェイプが、ラウンドショルダーの形なんですよね。ちょっと独特な形で、で、J45 とかのボディシェイプに形は似ている。だけど、J45 とかよりもボディ自体のサイズはちょっと小ぶりになっているっていうので、割とサウンド的にはミッドに寄ってる感じですね。でサイドバックがそのローズじゃなくてオバンコールでちょっと倍音が抑えられているっていうのも、それに、プラスされて、そのミッド寄りな印象かなっていう感じです。で、あのね、すごくね、ほんとこのラウンドのショルダーの部分が弾いてるとめちゃくちゃ鳴ってる感じで、すごいですね、振動がすごくきて、あのストロークすると気持ちいい、すごいここが鳴ってる感じが気持ちいいですね。で、この弦ごとのその各弦の粒立ちっていうのがとても良くて、このロー弦も埋もれない。なんでこういうコードの中でロー弦を弾いていくようなプレイにもすごく合ってるなと思います。しっかりこのロー弦弾いた時に、前に出てくる感じがすごく気持ちいいです。